熱血中年の星。やけどするほど燃えてるぜ。さあ、今日のゲスト様です。はい、経営コンサルタントの北林恵美里さんです。わーいわーい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、はい、お願いします。なんかちょっと、うん、中年の星のゲストだと申し訳ないんじゃないかなと思うでしょ。はい、でも年齢を聞いたらまあ中年としてもいいかなというご本人に認めてもらわなくちゃ。まずは、はい、北ちゃん、じゃあお願いします。この番組は中年の番組です。ご自分をまず中年として認めていただかなくてはいけないのです中年ですか。はい。あ、そう、ありがとう無理地にしてませんかものすごい強力でした、顔力が。いや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 、はい、ということで今日はね、川南町からお越しいただきました。川南町といえば、はい、宮崎でももうなんていうかローカルの風、宮崎弁、もう自然がいっぱいのところですが、ちょっと北の方ですよね。そうです、はい。川南で経営コンサルタント、うん、そうです、はい、住んでるのは川南町です。経営コンサルタントって川南でもできるんですか。失礼じゃない。ごめんなさい、川南の人に。あ、ごめんなさい、川南の方いやって思うじゃん。あ、でもそうでしょ、ね、あって言っちゃった、はい、はい。でも全国区なんです。え、これここに並んでいるこの本、はい、たくさん本を出されているんですが、はい、あ、本屋さんで見かける本、何か、え、著者。そうです。なぜそのような方と、なぜそのような方がゲストに出ていただけるんですか、はい、なぜ、なぜ一言も喋ってませんけど、ね、あ、そうだねいや、もともと私の話し方教室に、え、北林さんが受講生として来られたですよ。それで私たまたまカウンセラーの端くれでございまして、このカウンセラーになって月収100万稼ぐ方法をたまたま随分前に買ってたんです。もう元から購買、購買じゃない、購入なさって、読者だったんです。読者です。そう、でたまたま来られた時に講演の依頼が殺到してるんですけども、なかなか話せないのでここに来ましたということで、どんな本書かれてるんですかって言ったら、この本だったんです。素晴らしい。それで、え、北林さんって大阪じゃなかったのって言ったら、神々に移ってきたんですっていうことで、もう私は運命だと思ったんですね運命ですね。そう、北林さんはただの偶然かもしれませんが、はい、ね、自分で購入した本の著者がなんと、うん、そう、え、びっくりでした。鳥肌ものですよ。そうなんです、うん、それですごく感激して、うん、ご縁っていうのを感じたんですね。はい、私も宮崎で、はい、本の読者さんに会うのがとてもびっくりしましたびっくりですよね。はい、応援依頼多いと思うんですけれども、うん、まずはこの本当びっくりするタイトルっていうか、ちょっとね気になる本ですよねそうそう、吸い寄られる、吸い取られるような感じ、吸い寄せられる、吸い寄せられる吸い取られたら困っちゃうじゃん。そうそう、吸い寄せられるような感じで、吸い寄せられるような本屋さんに来ましたけどね。まずカウンセリング業で、うん、これまで稼ぐって大変じゃないのとかいろいろあると思うんですけれども。そうですね、うん、カウンセラーさんで、うん、なかなかちょっと儲かるっていう本が今まであまり販売されてなかったので、うん、はい、この本はそれ儲かるっていう方法を書かせてもらったんですけど、ズバリなかなか反響もよく、たくさん売れました。ポイントが分かりやすく押さえて書いてある。そうそう、それ別にこれね、カウンセラーの先生じゃなくても、いろんな職種の人にいろいろと、はい、当てはめられるので、職種を選ばず参考になる本だと思うんですよ。いろいろご自分でこう起業するにあたってとか、うんうん、何かやっぱりこう、ね、自分の売り込み方。そうですね、事業関係の人とか、まあ、行政書士さんとか司法書士さんとか、そういう方とか、あと占い師さんとかの活用をいただいてるみたいです。幅広くジャンルをね、ご利用いただけるというわけですね。まあ、でもどんな風にすると儲かるのかっていうのは、まあ、本を読んでいただいてからなんですが、はい、まず本を書くきっかけとなったっていうか、はい、その何かこうきっかけというなるものはあったんですか。この本の中に書かれているカウンセラーの先生と、まあ、一緒にですね、カウンセリングビジネスを始めた時に、その先生がとても、まあ、儲かって、その話を本にしました。マジで垣間。そうですね、はい、実際にカウンセラーってこういう風にやると儲かるんだ。そうですね、
やっぱり利用するものとかいろいろそのツールとか、そうですね、細かく書いてあるというわけですね、はい、ちょっとカウンセラーっていうビジネス自体が少し特殊なので、うん、まあ、どうすれば儲けられるかっていうことがあまり分かってはいなかったので、うん、それについてこうするといいよっていうことをこの1冊目の方に分かりました。で2冊目がまた出たんですよね。え、2冊目も出ちゃってるよ。でよりね、まあ、読者からすると、より詳しく詳細が書かれているので実行しやすい感じだと思います。そうですね、1冊目から2冊目の間4年ぐらい経ってるので、はい、その間のちょっと積み重なったノウハウを2冊目の方には書いてます。なるほど。これ執筆活動ってやっぱりどういう時にされるんですか？私は通常業務をやりながら本も書くので、だいたい夜ですね、子供が寝た後とか、ね、子供さんの子育てしながらだからすごいよね。すごいですね、うん、あちょっとあのプライベートっていうか、はい、個人的なあの睡眠時間とかやっぱ削ってこうそういう執筆活動して仕事してどうのこうの子育てしてみたいな睡眠時間とか平均どのくらいなんですか？私はたくさん寝る方です。え、大丈夫なの？寝ても、はい、寝てもっていうか時間の使い方が上手なのかもね。その辺でもまた本が書けそうですね。時間の割り振りってどういう感じになってますか？1年あの 1日のこう時間の はい、あれでいくと朝は6時半ぐらいですよね、子供が起きるので起きて、そこから子供が学校に行ってから仕事をして、で、まあ、夜は子供が寝る時間に寝るか、そこからちょっと仕事するかとか。でお子さん中心の時間で本も書きの、そうですね、お仕事し、はい、みたいな、はい、ね、よく県外にも行かれてますしね、県外たくさん読者の方から相談もあるみたいで、相談とか多いでしょうね、いつもなんていうんですか、生活で心がけてらっしゃることっていうか、やっぱりこう、あ、これは仕事に役に立つちょっとだけ教えていただく、あ、これはあれポイントみたいなもの、そうですね、体が資本の仕事なので病気にならないように健康には気をつけ、健康には気をつけている、はい、やっぱりそれが基本でしょうかね。でもたくさん読者の方がいていろいろ反響があって、実践したら儲かる仕組み作りができましたなんていうのを来ると嬉しいでしょうね。すごい嬉しいですね。あの本に書かれてることを実践するとこうなりましたとかいうメールとかいただくんで、それはとても嬉しいですね。でなかなか実践が、本は本当に素晴らしくて実践をなかなかまだ天童彫刻の私なんですけど、しっかり実行したいと思ってます。そうですね、はい。